ニュースマイクラ支局の女性記者、蓬莱ライフがクールな話題をご紹介。というわけで、本日は、ピンポイントボート旋回装置会、紙面ホッパーです。さて、これの作り方は極めて簡単。まずは青氷13個とレール9個を、ご覧のように設置します。続きまして、ホッパー付きのトロッコ4台と、ボート1艇をこのように設置しましたら、あとはすべてのトロッコを押してボートに密着させるだけ。紙面ホッパー、これにて完成です。使い方も極めてシンプル。装置完成から1分以上経過した後に、ボートに乗り込んで横移動キーを押すだけ。ホッパー付きのトロッコだけではなく、あらゆるホニャララ付きのトロッコを使用可能。紙面ホッパー、ぜひご活用ください。ホライフニューストピックスでした。ご視聴ありがとうございました。